せて。なので予選の方はジャッジはまだしてません。それができたらこっちでもグラインドしてできるようになるから一回やってみます。あ、そっち側じゃないと OK ぐらい。こっち側、こっち側、こっちから。そうそう、マジでかけられてないから今のスタンスちょっとここも広いね。ここ広いとオーリーしづらいから、もうちょっと足はこの椅子の下側にしたら。おお、できたじゃん。見ちゃった。あ、いつもこういう感じになっちゃう。多分ね、体が多分着地のあれまでちゃんとできてるんですけど、多分回りきらないのはやっぱ進むと。どうしても板を前に持って蹴らないといけない。そうしたらまずは後ろ体重をして回すことができるから、バリアルクリックしてまずは回ることが大事だから、このまずは回りきるっていうのを一回やって、乗らなくても大丈夫最初。で、なんか回すことだけをまず意識してやれば、体は乗る、なんかそういう感覚が多分できてると思うから、できるから。だから今ので、板を回すことをすごい意識して、ちゃんと叩いてやったら、今の感覚でどんどんできるし。そう。板がまだ回りきってないから、多分、の体は乗りに行ってるんだけど、じゃあ、ユート行くから半分次頑張ってる。また、頑張ろう。ありがとうね。ありがとうございます。こうやってくる。皆さん、大きな拍手を待ってください。本当にいいこと。このジャムセッションに参ってまいりました。俺の素晴らしいこと。今まさにこのバックに始まりました。今、拍手そんなものでいいのか。皆さん、よろしくお願いします。一本目まで、ロングを出ることになっております。おっと、ビルが進んでいるのが、危ないよ。最初はちょっとその自分も久々にスケートボードをなんか
教えたりするんで、なんかどう教えたらいいかなみたいな。で、子供もやっぱり結構多分緊張もあったと思うんで、どうまず仲良くなろうかなみたいなことを考えてたんですけど、自分からちょっと積極的にちょっと行っていったら、みんななんか楽しくスケートボードできてたので、そこでなんか子供たちとちゃんと触れ合えたのは、スケートボードできたのはすごい楽しい時間でした。いやー、もうすごい嬉しかったですね。やっぱりその技はなんか結構たまにできたりとかできないとかあるんですけど、やっぱちょっとその考え方とか感覚を教えてあげるだけでも、やっぱみんなスケートボードのトリックってできたりすることもあるので、まあ、そういったことをまず教えられたのはすごいいいのかなっていう、まあ、それはその全員に教えられたのかなと思ってます。なんか技が今日できなかったとしても、やっぱすぐにできるものじゃないんで、スケートボードのトリックって。だからまあ本当少しずつなんで、そこをまずみんなに分かってくれたと思うし、でトリック のできた時の喜びとか、みんな結構びっくりしてた子とかもいると思うんで、まあ、そこはちゃんと自分の教えたかったことを教えられたのかなと思ってます。まあ、その今回自分の企画で、まあ、こうやってまあ、いろんな人たちのサポートのおかげで、まあ、今日こういったイベントをできて、まあ、まずはまあ、決勝はできなかったんですけど、まあ、なんとか天気も持って、まあ、イベントをちゃんと終えられてよかったです。やったきっかけは、まずこの地元の、まあ、こういったプロジェクトはやりたいとは言ってたんですけど、やっぱりどこでやるとか場所とか、まあ、なんか初めてのことが多かったので、まあ、自分もどうしたらいいか分かんなかったんですけど、まあ、本当にこの江東区 のスケートボードパークがちゃんと実現して、まあ、本当に実現して、だからもうやるとしたらもうここだなみたいなので、ここでちゃんと自分のやりたかったことができたことはすごい嬉しいです。まあ、自分が小学生の時に卒業文集で書いてたことが、本当に今日ここでこうやってちゃんと実現できてすごい嬉しいし、まあ、本当に今日やってなんかすごい良かったなと思ったし、まあ、これからも、まあ、東京とか、まあ、江東区だけじゃなくて、いろんなところでこういった活動ができた、やっていきたいです。スケートボード自分してて、まあ、やっぱり楽しいこともあれば辛いこととかもいろいろあったり、まあ、自分とのやっぱ戦いですし、スケートボード以外のことでも考えさせられることとかあったりするんですけど、まあ、なんか結構最近、まあ、いろんな世界の大会とかにも飛び回ってて、ちょっと気持ち的にもなんか疲れてたところとか、メンタル的にもいろいろあったんですけど、まあ、小さい子どもたちのそのスケボーしてて、その喜んでるところとか見れて、で、まあ、僕の昔の友達とかみんな集まってくれて、またそのスケートボード その楽しさを、そういった子どもたちからまた教えてもらったのかなっていうのはすごい今日感じました、ね、でやっぱみんなとそのスケートボードをすることがやっぱすごい楽しいし、まあ、その楽しさを忘れちゃうと、まあ、やっぱスケートボードつまんなくなっちゃうので、まあ、そこはそのやっぱスケートボードの原点を忘れないように、これからもスケートボードしていきたいです。自分 そのお父さんから、家族から、その僕がスケートボード始めた時 その先輩のローカルのスケーターたちとかも、いろいろサポートとかしてくれたおかげで今日のスケートパークとかもあるし、なんか今の自分もここにいるので、まあ、本当にそういったローカルの人たちとか家族と、なんかこういうプロジェクトとかスケートパークを作れたこと自体がまずすごい嬉しいです。はい、パークはもう本当にそのロケーションもまずすごくいいし、スケートボードパーク自体もその、まあ、初心者と、まあ、中級者用とかいろいろあるんですけど、まあ、初心者でもすごい楽しめるし、まあ、トッププロの人とかみんな楽しめるスケートパークになってると思いますね。やっぱ自分いろんなスケートパークとか滑ってきて、で海外にも本当いろんなパークで滑ってるんですけど、まあ、その中でも本当にトップに近いスケートボードパークになってるし、まあ、やっぱりレールの角度だったりとか、ステアの大きさだったりとか、バーチカルとか、そういうのが全部揃ってるパークってなかなかないですし、
まあ、場所もそのこんななんかおしゃれな場所っていうかなんか綺麗なところで あるのはなんかスケートボードってなんか結構自分との戦いの部分とかもあったりするんですけど、まあ、そういったのもなんかその忘れさせてくれるような、なんか本当スケートボードをなんか楽しめるパークになってるのかなと思います。そうですね、やっぱり地元に本当に、まあ、自分はここの江東区で生まれ育ったし、まあ、オリンピックもまさかの江東区であって、そこで本当にいろいろこうやってなんかできたのってなんかすごい縁なのかなっていうか、なんかそういったのをなんかすごい感じさせてくれるような場所ですし、まあ、僕アメリカに住んでて本当にスケートボードする場所とかがあんまりなくて困ってたんですけど、まあ、ここでまたその友達とかみんなでスケートボード楽しみながら自分のスキルももっと上げていけるのかなって思ってます。ちょっとまだ場所とかそのどこでやるとかはちょっとまだそうですね、そういう予定はまだないんですけど、自分が今まで行ったことある県とかその、まあ、いろんなところ全国回ったことあるので、まあ、そのすごい知り合いの人とかもいっぱいいるんで、まあ、その人たちからなんかちょっといろいろ予定をちゃんと考えていって、そこで今日のこのコート今日のイベントよりもっと大きくできたりとか、まあ、ここでそのこうしたらもうちょっと良かったなっていった部分も分かったので、まあ、そういったのをまたもっとパワーアップしたとこパワーアップしてやりたいです。イベントをやっていきたいです。